なのに付き合わせちゃってすみません。あのリツコさんから聞いたんです、もしかしたらリュウグウコマチがお昼のトーク番組のお仕事決まるかもって。はい、それでもし決まったら次の日のゲストに私たちを紹介したいって言ってました。時間もないし番組用の衣装を早めに揃えておこうかと思って、せっかくすごい番組に出るんだったらそれぐらいはしたいんです。構わないですよね。見るだけですから、ほらほら行きましょう。